一瞬でも入ってこう向こう、こう彼勝手にやらせたらいけないの。いつもいつも いつも持ってんの。こう持ってで来た。もう中間でもう何でしょう。いつも僕が掌握してるって。こうやってはいってやってこうやって入ってこうやってやっちゃダメ。こう僕後ろに来ちゃう。後ろに来ちゃうと後ろに目ないからやられちゃう。彼の方が強いから全然後ろに来ちゃう。そういうことを知ったんだよ。こう変わってこうずっと掌握してて、そしたらもうすぐこうできるっていう、うん、常に掌握してる。掌握してるからそれが大事なこと。まあ、取らせて、はい。やったらもう間違いない。後ろ取らした時のもうすぐ。取らした時すぐ。触った瞬間もうすぐできる。そういうふうにやらない。それいろんな傾向も。実は今やけど、今度後ろから取ってきたところで、この手、回ってきたらもうこの手に。僕の予定通りの置いとくと取られちゃう。だから取らしちゃいけない。
こう来たら少しこっちへこう、あ、ちょっとこんな風に、そうになってちょっと道に行かないと相手の手から止まってたら、この後ろの手止めといたら、あ、ちょっと捕らえちゃうのよ、捕らえちゃったらやられちゃうのかな、ここがに。だから取りに来たら、取りに見せてね、もっと取りやすいけど美味しい手ですよって見せて、だから僕は首絞めていくとかいろいろ言うんだけど、この手取った方が一番有利だと思うから、有利な手を弱い手を見せてるね。ああ取られたらやれちゃうよって顔してるんだけど、こう取りしたらあれってこう見えてきちゃう。取ってないのそこに。だからないから、こっち来ちゃったから、こう行っちゃったの。そしたら、銀行って変わられちゃったの。そういうふうにやらないと。それを予定してるってこと、自分で、取りの人は。だから、後ろ持たせてガッチリ持たれたらやられちゃうんだから。だから、持たれる直前に、うまくやってほしいんだよ。こういう話。じゃあ、この手に意識して、ね、こう、例えばこう来て、後ろの手にこう。この、今、線を外したんだけど、こう来て、こうやってやって、こうやってやれば、こう、十字架になるんだよね。だから、こう来て、後ろの手ね。今、こう来てね。後ろ入ってくると、こうね、入ってきて。この奥にこう来て、この手で、2秒とここから、こう来たらこう回ってくると、お手返しとか後ろの手だから、何しろ予定してるから、この線を、この後ろの手の線を外して、線の中でやったらダメ、これ定期写真とかだから、こう出してきて、こう出してきて、この後すぐ線を外して、ただもう自由ね、何度できる。そして針は右投げ、今は四方投げ、手返し。で、これ繋がってれば、この手繋がってれば、こうやって、ほら、線外れてね、こういう、自由からこう、何でもできちゃう。じゃあ、いろいろ試して、ちょっと。何しろ、大事なことは線を外す、それから予定通りのところに手を、これで回ってないところね。来たら、ずっと伸ばして、そういう話。ここ見せてるんだけど、ここ取りに来るんだけど、その前にこれ入っちゃうの。先に。来る前に。見せたら帰って入っちゃうの。それで右投げしちゃうの。今度は、こう来て、はい、来ましたねって言ったら、ここ入っちゃう、こう。先に。ここの脇もらう感じ。だから、手気にしないで、こう入っちゃうの。この手をね、昔は、こうやって持たれて、こうやってこうにやろうって言ったら無理だから、だからここ入ったの。手何もしないでいいの。ここに入っちゃうの。で、後ろ入っちゃうの。手が先に行くとぶつけちゃうの、相手に。手は置いとくの。体だけ入んの。で、こうやれば、こういう感じ。持ちに来たらこの脇、持ちに来たらこの脇、この脇、それで右に上げて、いろいろある。持ちに来たら、何でしょう、いろいろできる。何しろ持ちに来た手を後ろ取りに来る前に入っちゃう。手をこうやるとか、ああやるとか、こうやるとか関係ない。何しろ脇の下とか入るだけ。ここ何をしてないの。これやるとぶつけちゃって相手に取られちゃう。ほら、自分が動けなくなっちゃう。ほら、全然動けない。そういう感じ。そういうつもり。ちょっとこれ練習しましょう。いろいろ前にこのまま落としてもいいし、指投げてもいいし。この筋肉で押されちゃってるから。やってやられちゃうんだよ、逆に。ついちゃうんだよ、自分ほら。これこうなって。だから、このすごい力だから、僕はまっすぐ立って、やらしてるロードやってくださいって。だからほら、こう、全然ここ入ってないから、で、ここ取りにしてるでしょ。取りにしてて、こう。だからここは、こう見えるんだよね。これ見えたからこうなんだ。ベルリンコン、ベルリンコンじゃないんだよ。歯ブラシして、ここ硬くして、ここは動かないところ、ここ動かしちゃったら、僕は、なんていうの、動かそうと思っちゃったら、なっちゃうんだから、筋肉入っちゃって、筋肉はむしろ
どうぞやってください。これ抜けてんの？それでも肛門やられちゃったらやられちゃう。だからやられないようにここにカチンと入ってる。おカチンと入ってるから、でここは開けねえだよね。だからこう、ここ動かさない、ここ動かさない、そういう話。いや、ここ動かさない。じゃあこうやってさ、こうやってここ動かさないで、ここ入ろうか。ここ入ってこういうふうに、これよくやるの、こうやってやって、こうやってやって、こうやって投げたわけじゃなくて、ここは動かないんだ。ギュッと持たれちゃったんだ。だからこうやって、ここは動いて、ここはなるべく動かす。こうして、ここは動かす。ここは動かない。だから体が入って、でこうね、でこっち。なるべくここを動かさないでしょ。こうやってやってる。そうそう、それはいいんだよね。で、あんまりここぶつけてこないで、こうやって、こうやって弾いて、普通やるったらね、こうやってやるから、こういう。こういう。そうすると閉まらない。こうに、こう来て、こう来るやつ。この前にこう。それでこう抜ける。これをね、抜けないでこのままこう投げるんじゃなくて、抜ける練習だからね。こう来たら抜ける練習。こう来たらこう抜ける。これで終わりでいい。そうすると、わかりやすいから。こう来て、ぐってくる。こう来たら、こう、力抜けるから抜けるんだよね。力入れていくとダメなんだよ。このままで続けたらできないんだけど、これこう入ったのがこう抜けてくるから、抜けるよね。その練習やろうか。ガツンってガツンってきたときにパッと持つ。そうやな。ここ下に入るわけ。さっきのと同じ。だからこう来て、こう来て、こう抜けた。それだけの話。同じことだ。これでちょっと練習すると分かりやすいかもしれない。力入れたらダメ。だから抜いて入るな。抜いて、ぬるりって入るっていうのはそういう話。力抜いて入る。張ってんのは抜いて入る。そういう感じで。じゃちょっとこれ練習しましょう。どうぞ。で、こうして、首絞めます。落とします。そう抜けますので、ね、こう手取れるの。この手。で、この手が音に入る。で、こうやって、こうで。こう来て、首絞めて。で、これやったらこうにやってやらないと終わっちゃうの。だから、本当はこうやってやってもいいんだけど、何しろ腰を返す。こう。そうこれで、見えないね。全然見えない。こっちに行こう。こう来て、こうなるの。で、このままほっとくと、ぐーってやっちゃう。で、腰を返して、ここに、よいしょって指さすの。本当はここを殴る。ここに痛いと。そうすると、これ手抜けるよ。こうなる。この手、もう持ってくる。そして、ゆっくりちょっとこういう感じ。一挙、さっきやった一挙っていう。こう来て、同じようにこれ、こうやってやると、これ手あるよ。抜けてこう振れば一挙。なるほど。そういう感じ。で、小手返しの方が上がりやすいから。やった。やって、この手を持ったって。その手を持ったじゃあ首絞める前待ってたんだけど、これこっちやるで、こう出す。これ一番高速だった。こんなこっちこう来て、来たらこの手はこう回ってここに入るの。こう来て、こう投げちゃう。これ簡単ね。これ本当は引っ張り込まれてグーッとこうなっちゃうの。だからこうやってやったらもう終わり。もう死んで終わりです。死にました。この手はいつもおへその前で、さっきと同じ。それでここに入る。何、手は委ねてんだけど、彼に反発してこうやっちゃダメ。委ねてる時にはこう委ねてる。ペンディングから入ってないんだけど、で、こう入った。そして抜けていく。いいですか。じゃあちょっとこれだけやってみましょう。はい、やりましょう。